中の格闘技といわれる水球。試合中は常に立ち泳ぎ、体力の消耗も激しいこの競技で全国に挑むのは那覇商業高校です。那覇商業水球部キャプテンのキャンセです。僕たちの注目ポイントは元気な掛け声のメンバーたち。まさにそこがこのチームの魅力なんです。自分たち沖縄はこの攻めるのがなんか好きな選手が多くて、それでこの盛り上げてこのバンバン攻めるっていうのが自分たちの武器なので、それを注目ポイントにしました。16歳以下の日本代表候補、左利きの2年比嘉夏実選手を中心に、小学生の頃から共に競技を行うメンバーも多い那覇商業。みんなで日本一目指すって決めているので、この日頃から頑張ることができると思います。先月と今月の九州大会は共に準優勝、決勝ではいずれも1点差で惜敗と、全国の強豪でもある九州王者にあと一歩まで迫りました。今月開幕するインターハイを目指して目標は一つです。日本一！Yeah!